どうもシュートです。さあ今回もユーフットボールアプリの動画を撮っていきますけれども、今回は昨日登場したナショナルセレクション、この代表選抜のガチャとこちらのラリーガの選抜ガチャ、リーグセレクションですね、この2つ合わせて値選手ランキングの動画の方を撮っていこうかなと思います。で、評価はいつも通りこんな感じとなっておりまして、あくまでゲーム内での評価ですし、僕の独断と偏見で決めておりますので、そこら辺はご理解ください。では今回はちょっと選手数も2つ合わせて22人と結構いるんで、1位から9位までで紹介していこうかなと思います。ではまず9位はユリアンブラント選手ですね。世界選抜の方です。身長185センチ、右利きのチャンスメーカーということで、まあ瞬発力以外の能力を見たらかなりバランスも取れてて結構使いやすそうな選手っていう感じはしますかね。補正時の能力も大体こんな感じで、ドリブル系全て90いきますし、グラッパーとかも88あって、決定力も77、スピード、キック力、フィジカルとかも高いんで結構良さそうには見えるんですが、やっぱり前線の選手で瞬発71っていうのはまあ結構使いにくそうな感じはしますし、身長もでかいんで、まあ今作スライドドリブル強いんですけど、瞬発力ないとちょっとやりにくいかなっていう感じはするんで、まあなんだかんだまあドルトムント所属で C 固定ですし、まあ使わなくなっちゃいそうな気はしちゃう選手ですかね。まあスキル面に関してはエラシクアシュラコントロール持ってるんで、ダブルタッチさえつけたら特殊ダブルタッチ使えて、根下ミドルヒールトリック、ワンパスループアウトスピンキックあたりが優秀で、まあ結構いいものは持ってますかね。まあただ無理してこの選手使うほどでもないかなって感じはします。では次8位はラリーガ選抜からイスコですね。身長176センチ、右利きのチャンスメーカーということで、まあこの選手に関しても足元能力とかパス面非常にいいですね。でさっきのブランドとは違ってスピードは低いですけど、瞬発力がそこそこ高めではあるので、まあこっちのイスコの方が多分使いやすいかなと思います、比べるとね。まあスキル的にも特殊ダブルタッチ使えて、ミドルであったりスルーパスあたりも優秀ですし、補正時の能力は大体こんな感じで、まあ別にサイドで足遅い系の選手でもいいっていうなら、この選手別にサイドでも使えると思いますし、まあもちろん真ん中の OMF としてドリブルしながらいいパス供給していくっていう役割もできると思いますし、やっぱりドリブル能力高いっていうのはそれだけ使いやすさに直結してくると思います。では次7位はソサ選手ですね。身長184センチ、左利きのクロサーということで、まあ正直8位のイスコとか9位のブラントの方が能力的にはちょっと高そうにも見えるんですけれども、やっぱりプレイスタイルクロサーっていう希少性、まあ左ハーフできてクロサーの選手っていうのは他にもガチスカで使えるレベルで言ったらコスティッチぐらいしかいないと思うんで、まあそれで言ったら希少性はあると思いますし、補正時の能力は大体こんな感じで、こうやって見たらやっぱりコスティッチよりもちょっと使いやすいんじゃないかな。まあ決定力とかはもしかしたら負けてるかもしれないですけど、スピシュンのバランスの良さとかフライパスキック力も高いですし、ドリブル数値もここまで上げれるのは結構助かりますかね。スキル的にもピンポイントクロスとかスルーパスしっかり持ってるんでいいパス送れますし、アウトスピンキックとかもあるんで中えぐったら根下も打てると。まあガチでクロサーを左ハーフでしっかりと使いたいってなったらダブルタッチはつけるべきかなと思いますけど、ダブルタッチさえつけたらまあ非常に強いクロサーとして使うことができるんじゃないかなと個人的には思いますね。では次6位はジョレンテですね。身長184センチ、右利きのボックス2ボックスの選手ということで、この選手に関してはスペインパックとか他のジョレンテ持ってたら、まあ、正直今回は狙う必要ないかなって感じはしちゃいますかね。なんかどっかのタイミングでフィジコンが下がって若干だけ微妙になってしまいましたかね。まあ無印 OMF とか中盤で使うよりも個人的には右サイドバックいつも押してるんで、今回もその育成で紹介しますけど、補正時の能力は大体こんな感じで、まあディフェンスセンス、ボールダッシュは若干だけ低いですけど、守備意識、アグレッシブネスは高いし、スピシュン高くてスタミナもあると。でまあスキル的にもマンマークインターセプト持ってて、闘争心もあって、スルーパスとかも持ってるんで、ビルドアップでも貢献できると。この感じの育成なら普通にガチスカで使えるとは思いますが、もうさっきも言った通り、過去にジョレンテ当ててる人は今回のは別にそこまで強くないかなって感じはするんで、狙わなくてもいいかなと思います。では次5位もラリーガ選抜からホドリゴですね。身長174センチ、右利きのインサイドレシーバーということで、まあこの選手に関してはやっぱりインサイドレシーバーっていうところは気になりますけど、やっぱドリブル能力高くてスピシュンもあって、今回のは決定力が結構高くなってるんかな。補正時の能力だったら大体こんな感じで、まあ85までいきますし、何よりスーパーサブ持ってるんで、こっからまた調子1個分とか好調時に出して絶好調時の能力とかで使うことになれば、まあかなり使用感は良くなると思います。ただ中に入ってくるのが嫌です、インサイドレシーバーちょっと癖あって使いたくないですって人は、まああんま使わない方がいいかな。ただ個人的にはスーパーサブぐらいなら別にインレシでもいいとは思うんで、後半ホドリゴとかビニシウス投入するのはそんなに抵抗はないですかね。まあ元から特殊ダブルタッチ使えて、スーパーサブ持ってて、スルーパスなんかも持ってるんでパスでも貢献できると。やっぱ爆速ドリブルしながらスルーパス出してもそんなにずれないっていうのは非常に助かるんで、まあ本当に使用感がいいタイプの選手だと思います。では次4位は世界選抜の方からマテウス・クーニャ選手。身長184センチ、右利きのリンクフォワードということで、まあこの選手かなり
技能力してるんじゃないかなと思います。まあお好みでもうちょっとフィジカル上げるとかでも今作向きな感じになると思いますが、まあもともと身長が高いんでスライドドリブル相手背負ってかわしていくっていうのはやりやすいし、まあ、瞬発若干だけスピードに対して低いかなって感じはしますが、まあ86あるんでまあギリギリ耐えてるかな。まあドリブル能力とかスピードも90乗ってて補正時はだいたいこんな感じと、まあ結構ドリブラーな感じにも見えますけれども、決定力もしっかり80乗りますし、グランダーパス79あってスキルにスルーパス持ってるんで、まあドリブラータイプでここまで高いパス能力とスルーパス持ちっていうのはなかなか珍しいと思うんで、さっきのホドリゴよりも能力で言っても5以上の差はあるんで、ウィングで使ってあげる方がもしかしたら強いかもしれないですが、リンクフォワード気にならないって人は全然中央で使ってあげても今作強いタイプの一人になれるんじゃないかなと思います。まあ他のスキルで言えばダブルタッチ、ワンシュー、コンカ、ヒールトリック、ミドルあたりが優秀ですし、まあアウトスピンキックとかつけても面白いかなと思いますね。では次3位はギュンドアンですね。身長180cm、右利きの2列目からの飛び出しということで、まあこの選手はやっぱり週刊 FP の DMF で登場したバグ強化のやつがかなり人気ですけど、まあ普通に登場してる今回のやつとかでも全然強さはありますかね。補正時の能力でだいたいこんな感じで、まあ薄適正でありながらも OMF94 までいける裏総合値あるんで、まあ本適正とかだったらもっともっと高くなってると思いますし、まあスピード瞬発力はそんな高くないですけど、足元能力あってパスもできて決定力もあってフィジカルとかも強いと。まあ中央の CMF あたりの選手でゴリゴリドリブル前進していかずにもうパスでつなぎます、クイッとかわしてからパスでつなぐって人は全然ギュンドアン使えると思いますし、まあ、フィジカルとかもあるのはやっぱ評価高いですかね。まあスキル的にもダブルタッチ、足裏コントロール、コンカ、ヒールトリック、ワンパスループ、アウトスピンキックあたりが優秀で、まあ、個人的には OMF の位置を CMF に変えて OMF に適性がない選手使うっていうのはあんまり好きじゃないですけど、ギュンドアンの場合はオフェンスセンス高いし2列目からの飛び出しなんで、まあ、そこまで悪影響なく使えると思いますし、まあ、さっき言った通り真ん中でやっぱ推進力あるドリブルしたい人にはあんまり向かない選手ですけど、技術さえあれば中央はまあなんとかやっていけますって人だったら全然使ってもいい選手かなと思いますね。では次2位ですね、バウムガルトナー選手ということで、世界選抜の方からですね、身長 178cm、 右利きのチャンスメーカーということで、まあこの選手能力パッと見そこまでインパクトはないようにも見えますけれども、正直めちゃくちゃ使いやすいと思いますね。まず逆足頻度精度高い最高なんで、まあ両足ほとんど使えるっていうところが評価高いですし、まあ補正時の能力だったらだいたいこんな感じで、まあ裏総合値も98までいきますし、まあボールキープは87ですけど、ドリブルボールコントロール非常に高くて、グラッパも80乗って決定力もまあ一応76ぐらいまではいってると。でスピード瞬発力まあまあありますし、でフィジコンボディコンが両方高いんで、まあ身長もある程度ありますし、結構グイグイとスピードだけでなくフィジカルも使いながらできるんじゃないかなっていうのがものすごいいいポイントかなと思いますし、スキル的にもヒールトリック、コンカ、ワンタッチパス、ピンポイントクロス、足裏コントロール、スルーパスあたりが優秀で、まあダブルタッチはねつけてあげたいところではありますけど、まあ今作は正直スライドさえしっかりと使えたらダブルタッチなくてもなんとかやっていける場面っていうのは非常に多いんで、まあこの選手左ウィングにおいてピンポイントクロスやスルーパスでパスでの貢献っていうのもできますし、推進力あるドリブルでグイグイ前に運んでいくこともできて、コントロールカーブとかもしっかり決めきれる、普通に使いやすそうな感じはします。まあネイマールであったりエンクンクとか固定の左ウィングがいる人だったら、まあ正直そこまでいらないかもしれないですけど、その2人にはないフィジカルをこの選手は持ってて、能力もそこまで負けてるわけではないんで、まあ、一度当たったら使ってみてもいいんじゃないかなと思いますね。ではラスト1位はデンベレですね。身長 178cm、 右利きのウィングストライカーということで、まあ正直今回2つのガチャ合わせてもこの選手が圧倒的かなと思っちゃいます。まあ、さっきの2位の選手と比べてしまうとどうしてもフィジカルは15ぐらい差あって、そこはちょっと今作向きな感じではないですけれども、やっぱりこれだけのドリブル能力とスピード瞬発力、補正時だったらだいたいこんな感じでドリブル97までいきますし、まあなかなかこの選手縦に走らせとけば相手サイドバックも止められないんじゃないかなと思います。ではグランダーパスも80あって、この選手もスルーパス持ってるんで爆速ドリブルしながらいいパス送れるんで、やっぱそういうところが非常に強いかなと。深くまでえぐっていってマイナスの折り返しのパスって結構パス能力低いとずれちゃうんですけど、デンベレだとそんなことないと思います。ダブルタッチ持ってるし、ピンポイントクロスとかもあるんでクロス要員としても使うことはできますし、まあ両サイドウィングサイドハーフどっちも濃いっていうのは本当に助かりますね。やっぱり今ちょっと縦突破環境的なところもあるんで、サイドハーフはとりあえずデンベレ使っておけば相手のサイドバックはぶち抜いていけるんじゃないかなと思います。それでは今回ここで世界選抜ガチャとラリーガ選抜ガチャの当たり選手ランキングの動画の方終わっていこうと思いますが、いかがでしたでしょうか。まあ先に言っちゃうと、こっちのラリーガ選抜に関してはまあ過去最強が多分誰一人いない感じかな。今回紹介した選手の中ではまあイスコとかは過去最強とかかもしれないですけど、まあ全然スルーでいいんじゃないかなと思いますね。ギュンドアンとかもバグ強化とかの方が強いし、ホドリゴもやっぱりインサイドレシーブ
シーバーっていうところが好き嫌い分かれると思いますし、まあ、全体的にちょっとリスクがあるガチャだと思うんで、まあ、残り期間は長いですけど、とりあえず別に今は引かなくていいかなと。でまあ世界選抜の方に関しては本当にデンベレが欲しいかどうかで決めるべきかなと思いますね。まあ取るかどっちか迷うっていう人はガチャ全体のこと考えたらちょっと渋めではあるんで、まあスルーでもいいですかね。それでは今回これで動画の方やっていこうかなと思います。チャンネル登録高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。